さあ、今回はアニメ、ダンジョン飯、第15話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。ザイオスの脳内映像による狂気のオープニング、ギャグとファンタジーのバランスの取り方がうまいなぁと思う。ドラゴンズクラウンやりたくなるアニメ。運命、右下が切ない。ヤードかわいい。開幕ノック、壁ドン、楽しみにしてたかい。マルシル憔悴しきってるなぁ。オークキスのダメージかな。絶賛チューニング中。迷宮の主は自由に構造を変えられるのか。ニガさん、貴様だけは不思議のダンジョンになっちゃった。話の途中だがワイバーンだ。なんだそのポーズ。チルチャックマジマンジ。どうやって壁にくっついてんだ。そのまま落ちてくんな。顔にレンガの跡ついてるわら。共に壁越えと行こうじゃないか。戦友、戦士のトラウマが。ここの猫目戦士好き。違います。前話でニックベルがチルチャックはいい年したおっさんだとか言ってたような。残機に耐えん。この状況下で他者の心配ができるとか、まごうことなき成人。この人優しすぎる。俺のおじいちゃんかな。戦士は過去がね。戦士ほんといいやつだな。探索判定、成功。墓所やん。よく見るとちゃんと頭から上に茎が伸びてるんだな。安楽少女かな。このスバさんで見たコシミズ。なぜ見てるんです。へ、メイコは。センシティブな内容が含まれています。こや失敬。ドライアドや魚人は人型の魔物でアジンではない。キャー、花粉が。季節感ある。唐突に役割を得たナレーション。急に働く細胞。働く細胞見てたっけ。見覚えのある勇士。花粉症か。いやー、スアレジオン。切ったなわら。これはやばい。もう遅い。トリコで見た。チルは目を塞がれて正解やったな。ほぼ催涙弾やんわら。なぜ止めたし。どうして止める必要があるんですか。サービスカット。普通に催涙スプレーの上位互換だからそりゃきつい。おかわりどうぞ。最後って角ハンドルかわいい。ラストアタックでデバフ巻いてくるとか厄介すぎる。なんという恐ろしい状態異常だ。こいつら牢城が常に言ってる。おばな怖えよ。アキサザメ。ヌードフェンシング強い。うるせえわら。おっさんのくしゃみの解像度が高すぎる。空気の流れを読むのです。くしゃみは避けるんだな。かっこ笑い。チルすげえわら。チルチャックよっぽど前線に立ってるぞ。あららら、杖が死んじゃう。生きてるのかその杖。俺の杖もなでなでして。盆栽アンブロシア。午後の長は安全だ。戦士わら。どこがだわら。説得力。喉仏か。果実みたいだ。果実みたいというか果実になる前の脂肪そのものだよ。心配するマルシル。かわいい。花声戦士すこ。覚悟完了。もう私、汚れちゃったし理論。極限状態に追い詰められると下がりゆくハードル。へ、あったー、かっこ大歓喜。いや顔あら。ライオスめっちゃ嬉しそうな声で草。この顔である。イケメンで草。同じ目してる。時間よ戻れ。それどう考えても最高級にあかん魔法だろわら。やっぱりダークエルフじゃねえか。これが雌花だったのか。花同士でキスしてたからその時に雄花が雌花の体内に花粉を送り込むんだろう。じゃあとんでもないデバガメしちゃったのか。そりゃ襲われるわ。ヘルヘイムの実。青くないか。月下美人に似てる。絶滅させないように取りすぎるなと。でもこいつらだけは良いんじゃないかな。かっこ花粉症患者並み感。もうすっと伝わり合うの、いいな。ブラックマジックジョークで時を遡るとか言われたのに対抗し、回を遡って過去をいじるおっさん。絵面が、この絵面の圧よ。若本のりおの声で喋りそう。おっほ、うまそうわら。これ美味しいやつだ。姫は話した。顔こっちに向けるなわら。顔あるせいで笑う。ハンサムなおわんですね。左上が強すぎる。こっちみんな。器の絵を相手側の方へ回すのは作動の礼儀。魔力補給のこと考えているのは、仲間の理解が深まってるよね。訓戒。マルシル、脳みそひんなだよな。即落ちマルシル。ちょっと、マルシルは屈した。かわいい。これ好き。ここ好き。愛らしいエルフの負け犬。マンドレイクくんが泣いてるように見える。前はあんなに嫌がってたのに、成長したなマルシル。一番美味しくて栄養のあるところを食べるマルシル。前向きになった。もう戦士お母さんだよ。顔やめろわら。マルシルくっそかわいい。エッチだね。マンドレイクの効果か。さあ、ロードになるのだ。
肋骨折れてると咳込むだけでもしんどいのにマルシルを気遣えるライオスは立派よね。ライオスも魔術覚えれば使えるのか。まあハリンの兄だし。圧を感じる。器アップに砂わら。魔法剣士ってことか。圧が強い。怖いよ。かっこいい役私は C 言語。ハリンはジャバが使える。根っこは同じだからライオスは C 覚えろ。根っこは同じようなもんだから矢印 SE が別言語の開発現場に派遣されるときに聞く言葉。決意がいい。チルさんと畳み出す戦士のコンビ微笑ましい。ほぼ同世代です。戦士そうか、かっこチルチャックも性に興味を持つ年頃か。チルの親父は酒の飲みすぎで亡くなったらしいぞ。子供扱いわら。あっかっこ察し。保健体育の時間。これは草ですわわら。声出してわろたわら。結構なおっさんに何説明してんだわら。チルチャックさん、拷問の時間です。ここ原作でも大爆笑したわ。ひどい夜だ。エルフ耳触ってみたい。耳舐めていい？半日くらいしゃぶりたい耳。ムンス。握ったら痛いやろわら。ありがとうございます。なぜ握ったわら。ブレイバーン、だ。ライオスが珍しく、興味よりも変な気遣いを示した。その心は？当ててんのよ。エッチだ。かわいい。これだけでも薄気になってしまう自信あるわ。惚れてまうやろう。魔術回路やん。フェイトで、見たなこんな感じの。イメージしろ。実質性。エル、プサイ、コンガ、リー。ユシータとエルウルラピュタ。おいなんで突き飛ばしたよわら。かいの。成功だよ。顔近いよ。こんなん絶対勘違いしちゃうやつ。素質あるのか。ハリンの下りはカットか。残念。ハリンは感覚派なので、彼女の説明ではライオスにはうまく理解できませんでした。新人看護師の静脈注射の実験台にされたの思い出したカッコ崇拝。バイタッチ。センシティブ。ハイセクハラ。天然セクハラヨス。触り方。エッチだ。戦士で性癖の扉こじ開けてくるのやめて。ヒーラー役は好感持たれるだろうな。オタサーの姫によるサークルクラッシャー理論。つまり戦士とライオスが。チルチャックはキビに里いから面倒くさかっただろうな。エルフコア。長命種のエルフ連中は時間感覚が雑。その感覚で短命種を交流するので普通に寿命が来てしまうのです。ディメンションダブル。つまり螺旋翼、危険やん。ゼオライマーで草。シスルの本にも8マークがついてた。装填色かな？無限の世界から有限の世界にエネルギー持ってきてマジで大丈夫なの？救急車呼ぶレベルのリアルな倒れ方。貧血とか病気で倒れる時の倒れ方だな。受け身取れないやつ。MP 切れか。置いてかれるのかわいそうわら。せめて見張りに一人くらい残ってあげて。あらゆる穴から汁が出てるな。ということは、ケツも、ライオスの能力がもう一つ開花してる。冷静に考えやファリンと同じ血を引いてるんだから魔力の勉強すやそっちの才能も開花するわな。迷宮内で死んだ人は魂が迷宮に囚われて成仏できないって言ってたな。ぬるっと上に動いてる。こういうの面白そうだ。なんかいるし。いやどうも、志村後ろ。カッコクソデカ手書き文字。その二つないりますかね？カッコ笑い。こんにちは。いい笑顔でフリーズ。一クールくらい前に似たようなの見た。バジリスクよりコカトリスのがヤバいって、ファンタジーでは珍しい設定だな。違う種なんだな。体温感知した？キャンディ食べる？サーモグラフィー。きっと期間使えるのはずるいよ。威嚇を任されたマルシル。やるんだ、露出の人がコートを広げるがごとく。大きい声を出すのが、苦手。コカトリスと動きがシンクロしとるわら。同じポーズ笑う。コカトリスと連動するなわら。コカトリスと同じ動き、どっちも可愛い。海外から SE 認定された名器性。真似できん。可愛い。アリクイかな？可愛いこぶるなわら。己の可愛さへの絶対的自信。レバーばっか食わされて他のところも食わせろ。って言ってた時の迫力出せよわら。学校始まって以来の最初、マルシル。歌舞伎役者。科学戦隊ダイナマン。ハリケンレッド。勇気爆発。自動音。本人が叫ぶんじゃないのか。その肩書きはマルシル本人に叫んで欲しかったわら。実際に爆発させてたのかわら。こいつよりぶっといシーサーペントの首を一刀で切り飛ばしたシュローはやっぱりおかしいよ。噛まれた。腕を噛ませて首を張ったとは恐れいる。捨て身の攻撃かよ。すでに鍛えたコカトリスに中年ドワーフが何度も何度も斧を打ちつける様など感動すら覚える。
原作だと運んでる途中で石になって重くならないか心配するシーンが、対処法があるのか。まず服を脱ぎます。え、なんで？原作では下着はいいからとも言っています。原作だとちゃんと耳を覆ってたよね。なんで下履き脱がせたんだろ？おいわら。そっちの対処法かよ。体を張ったのり突っ込み。そんなすぐに絶火するんかわら。タイミングの神に愛されてるなわら。最悪の状態で絶火したぞわらわらわら。ツッコミとボケを同時にするな。こんなん笑うわわら。これはひどいわら。旋空がいたらなぁ。マルシル挟むのやめろわら。サブリミナル絶火マルシル。映るたびに草を生やせるヒロイン。だからやめろってわら。私にいい考えがある。おいおいまさか。自然な流れ。扱いがひどすぎるわら。まつげ折れるの嫌すぎる。ご神体。ヒロインの姿か。これが、遊んでるだろう。同じ回で前半でひどい絵面出して、後半でしれっとそれを超えるひどい絵面出すのやめてくれません。かっこ笑い。じゃ心臓みたいとか。じゃ今日にも選ぶ権利くらいはあるだろ。漬物石にされるヒロイン。ライオスがわら。ライオス死んでる。張り方わら。キュウリパック。絵面がひどくなったわら。ライシル供給映像。性的脅威を一切含まない抱き方だ。万歳。ちょっと残念だったのは石化解除時、原作通りライオスに柔らかい、って言って欲しかったな。個人的ライマルポイントだったんだ。この回は戦士の笑顔が眩しい回だな。しっかり左目のまつげかっこ輪郭線薄くなってる。女の子の尻でつけた漬物か。ごらん、マルシルの尻で発光したザワークラウトだよ。風邪や下痢が治った時に色々やったけど、どれが効いたかわからないやつ。右と左のまつげの量が違う。本当だ、まつげちゃんと減ってるわら。まつげの差が細かい。違う、そうじゃない。謝るより先に言うべきことがあるよね。人を漬物石に使うな。お前らが先に謝れ。せやなわら。ごもっともである。すみませんわら。クソ笑った。ナレイさんの声のトーンが普段より強めで笑うわら。それ言えばは締めれると思ってるやろ。隣り合わせのハイト青春。怒涛のギャグ回だった。濃いな。久々にホッとする回だったな。エンデイングいいわ。エンデイング使った絵まとめて画集出してほしい。関数的にはぴったり4クール分だな。マジで面白いわこのアニメ。ダイオスのパーティー面白い。時、遡る。もうあと3回見るわ。はい、というわけでダンジョン飯第15話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンをお願いします。もし興味があれば他の動画も見てみてください。